せーの、アボカド。今回はダイソーの3つの商品を使って可愛い桜のキーホルダーを作っていきましょう。まずキーホルダーキット、こんな感じで売ってました。ミニ手ぬぐいの桜の柄です。最後はちりめん風歯切れ、ピンクと黄緑が入っています。2枚で100円、安すぎない？この3つを使って可愛い桜のキーホルダーを作っていきましょう。キーホルダーキットを開けていきましょう。さあ、開け口を探してますね。開けていこう。で、出てきました。クリアな感じで可愛いよね。ここにつまみ細工を入れていきますね。キーホルダーになってるから可愛い。開けてみようと思ったんですけど、開け方がわからない。よく見るとここにペンダのを刺して開けてください。なのでピンセットで開けてみました。開いたよ。これってことはこの細いものを入れないと開かないので便利じゃないかなと思った。中のものが落ちる心配はなさそうなんで丈夫だね。高さは 1.2 センチぐらいなので1センチぐらいの高さの花にしますね。画用紙で土台を作っていくよ。蓋の部分を型取りしていきます。鉛筆で型取りして、さてハサミでカットしていきます。鉛筆の線より内側にカットしてください。気持ち内側ですよ。ハサミでチョキチョキ切っていきましょう。はい、切れました。合わせてみるとちょっと横が浮いちゃうので気持ちもうちょっと切ってみよう。ピンセットで出そう。はい、出たのでちょっとだけカットしました。カットしてもう一回合わせてみたら、お、ぴったり、いい感じじゃないと思ったらぴったりすぎて出ない。ピンセットで一生懸命外していきましょう。こういうのあるよね。外せたらもう一個同じ大きさのものを作ってください。ここ鉛筆で写して書いていきましょう。丸く縁取って、さっきと一緒でハサミでチョキチョキ切っていきましょう。切り終わったら、はい、ミニ手ぬぐいの出番ですね。こちら桜柄がめっちゃ可愛い、好みだったので買ってきちゃいました。手ぬぐい切っちゃうの気になるんですけど、やっぱ可愛いの使いたいのでこちら使います。広げてみると、あ、めっちゃ可愛くない？桜って思ったんですよ。めっちゃ可愛い。で、アイロンかけていこう。折りじわがあるのでアイロンで伸ばしていきます。アイロンしっかりかけてください。アイロンで伸ばしていくよ。はい、シワが伸びたら土台になるものを置いていきます。ここが柄になるのでどこら辺使おうか考えてますね。やっぱね、見えるところなので好きなところの柄を選んでいます。もう一個も選んでますね。どこら辺使おうか悩んで、ずれないようにマスティングテープで固定しています。カットしていきましょう。カットするのね、勇気いるんですけど、勇気を出してカットしていってください。可愛くできるんで、これはね、カットしていきましょう。で、大雑把にカットした後に細かく切れ込みを入れていきますよ。柄をどこら辺にするか最終確認。つぼみがね、ちょっと入るぐらいが可愛いかなと思ったので、ここの位置にイメージを膨らませてここにします。それからボンドで貼っていきますね。薄くボンドを伸ばしつつ全体にのせて貼っていく。
貼ったらちゃんと柄がね理想のところに貼ってあるか確認で、これでいいなと思ったら縁を 1.5 センチぐらいぐるっとカットしてください。こんな感じ、ぐるぐるとカット。そしたら切り込み入れていってください。切り込みを入れた方が綺麗に仕上がります。で、ボンドを貼っていってボンドを貼っていきます。一周ぐるっと貼って画用紙を包み込んでください。手ぬぐいで画用紙を包み込むようにくるくると回りながら貼っていきます。こんな感じ。で、一周くるっと回したら表に向けてここに確認。もう一枚やっていきましょう。はい、同じようにできたら前と後ろができたので上下にくっつけます。ボンドをつけて貼る。で、ずれないように指で押さえていきます。そしたらさっきのキーホルダーに埋め込みます。こっちが裏になる。で、表。はい、キーホルダーの準備が完了しました。では次行ってみよう。はい、次は布を切っていきます。ちりめん風歯切れを開けていきます。これね、2枚入ってて100円だったんですけど、他のやつは1色だったんですけど、これ2色入って100円だったので思わず買ってきちゃいました。で、今回こちらを見つけたので桜を作りたいなと思った商品ですね。ピンク。折りじわがあるのでアイロンかけていこう。アイロン台持ってきて折りじわをなくすようにアイロンかけてください。はい、アイロンかけて伸ばしていこう。はい、アイロンができたのでカットしていきます。まずピンクを合わせて2センチの正方形を作っていきますよ。2センチは10枚、2.5 センチは5枚欲しいですね。ちょっと多めにカットしてありますね。2センチをカットしています。同じように 2.5 センチもカットしてくださいね。このね、乗せていくの好き。黄緑は2センチを3枚カットしてください。布によって定規を使い分けると便利ですよ。はい、ではカットできました。カットしたものはまとめておきましょう。はい、糊を作っていきますよ。今回ちょっと固めかなと思って固めで作っております。トーストでバターを塗るような感覚で作ってますね。ここね、分かりやすいように使う量だけ並べていきます。 2.5 センチは5枚、2センチは10枚、黄緑色は3枚というように並べていこう。ピンクは真ん中に糊をつけてください。あ、こういうこともあるよね。戻していけば大丈夫。そしてピンクを丸つまみしていきます。半分に折って、半分に折る。そして開けてください。で、丸つまみの完成ですね。こっからね、ちょっと注目してってください。丸つまみが一周のうちに桜の花びらになりますよ。ハサミを用意して
先をちょっとカット、5ミリぐらいカットしてください。そうするとほら花びらになる、桜の花びらで可愛い。こちらを 2.5 センチを5枚、2センチを10枚、合計15枚、桜の花びらにしていきましょう。丁寧にやると綺麗に桜が咲きますので、焦らずやってくださいね。真ん中に糊をつけて折ってハサミで切る。それを繰り返していきましょう。無心でできるので楽しいよね、こうやって。ラスト5枚いってみよう。ラスト1枚、できた。そしたら黄緑色は剣つまみです。普通に剣つまみ3つしてください。で、剣つまみが3つできたら完成ですね。この状態で30分寝かしてあげてください。こんな感じですね。30分経ったので土台に貼っていきます。今手でしたところに桜を貼っていきたいよねっていう感じですね。まず土台にちょっとだけ糊をつけてください。余分な糊は取って貼っていきます。こっから桜の花びらにしていきますよ。バランスを見ながら桜を咲かせていきます。これが 2.5 センチ、左右に2センチの桜を咲かせていきます。この手ぬぐいとの相性めちゃめちゃ良くないですか。可愛いよね。で、桜がもう一個できたら剣つまみの葉っぱを乗せていきます。糊を、いらない糊を取って貼っていくのがコツですね。はい、全部貼れました。そしたら次はヘップを用意してください。舌のを見本にしています。ヘップが3つなので各桜に3つずつ乗せていきます。ボンドを塗って具を乗せていきます。こんな感じの可愛い桜が咲きました。完成。どう、めっちゃ可愛くない？後ろの柄も桜で可愛いし、前から見てもめちゃ可愛いです。330円でできる桜のキーホルダー、ぜひ作ってみてください。つまみ細工や手芸、ハンドメイドのことをいろいろ発信していきますので、チャンネル登録まだの方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。今日はここまで見ていただきありがとうございます。